今回はお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていたケンダイゴアに対するスレミンの感想をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。年越しも一緒に過ごしてる。一緒に年越ししてる。クリスマスだけじゃなく年越しも一緒かよ。これってもはや同棲じゃない。男の家で寝るとか警戒心ゼロだろ。カップルでもこんな堂々と家で一緒に年越しできる機会なかなかねえぞ。おせち手作りはちょっとすごすぎる。この女お年にかかってるって絶対。あまねくんほっぺ好きすぎ問題。起きてたんじゃねえかやっぱり。原作だとこれが初回のお泊まりで熱出した時は2回目ということでハードル下がってたんだけどね。どうもこの天使、彼氏の匂いを嗅いで安心して寝る癖があるな。天使様の反応がラノベ主人公だ。これこれでもう結婚までの障害はなくなったな。ご両親公認になってしまいました。こいつら自ら外堀どんどん埋めていってるんだが、これ SSR パパだろ。 UR だぞ。完全にこれから結婚する親族との会話だよこれ。もうこれ結婚も報告でしょう。次はあまねくんが天使様のご両親に挨拶する番だな。母親はちょっと踏み込みすぎだけど父親の距離の取り方甘いな。なんだこの空間、イチャイチャしかしない部屋か。今後ちょくちょく目撃される天使様の彼氏らしき謎のイケメン。世間にあまねくんがイケメンなことがバレちまう。こいつら5行に1回イチャイチャしてやがる。あまねくん誠実な男すぎない。こいつら冬休みの間デートしかしてないな。出た、イケメンだけに許されるなでなで。あまねくん周りからの好感度高えな。また天使様がオーバーキルしておられるぞ。私だからいいですけど、お前にしかしないし。私だからいいですけど、私以外にしないでください。俺ちょっと砂糖の柱になった。なんかあまねくん乙女ゲーの攻略キャラ感あるな。すでにこんな甘々なのに実際付き合いだしたらどうなっちゃうの。2分に1往復くらい告白し合ってない。天使様の執着ポイントが高まってまいりました。天使のキレポイント、あまねくんを悪く言うのは本人ですら許さない。ちなみに今回天使様が寝落ちしたのはいつもは起きてない0時まで起きてからプツンと落ちた。顔を隠しながらあまねくんが染みついたクッションを吸う天使様。はあ、はあ、危うく糖尿になるとこだった。それってもしや恋じゃないって天使様に言いたい。今回もなんとか致命傷で済んだ。この甘々空間すごい。これでも付き合ってないんだぜ。恋人同士にしか見えないだろ。耳元でささやく天使様が小悪魔ちゃんだった。皆さんはお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件、ダイゴアについてどう思いましたか。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。